こんにちは、machidori チャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、埼玉県、Shiraoka市の Shiraoka駅に来てます。今からね、駅の周辺を歩きたいと思います。今日はですね、2022年の5月6日金曜日ですね。時間はですね、午後5時10分ではね、歩いていきたいと思います。駅はこんな感じですね。で、これが駅前商店街みたいなんですけども、Shiraoka-shi商店会連合会っていう商店街みたいですね。商店街まだ続くみたいんですけど、この辺で左に曲がりたいと思います。これはザンというラーメン屋さんですかね。で、この辺も駅前からずっと商店街続いてるみたいですね。同じ商店街みたいです。
八百屋さんですかね。八百屋さんがあったりしますね。駅の方に戻ろうとしてる感じなんですけども、住宅街の真ん中を抜けていかないといけないっぽいんで、
昔ながらの文具屋さんと本屋さんが一緒になったようなお店ですね。その模様が昔住んでた家と同じ模様のような気がします。スナック氏も喫茶軽食氏も駅前まで戻ってきましたね。明治18年に大宮、宇都宮間に鉄道が開通したんですね。その時はでも白岡駅がなかったらしいんですけど、明治43年になって予約駅が開設されました。白岡八幡宮から名を取って白岡駅とされました。そういうことなんですね。あたりで駅を映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録いいねよろしくお願いします。ありがとうございました。